熊井のシビュラ、ボルゲーゼ美術館所蔵。シビュラの拓船は、シビュラが語った信託をまとめたと主張するギリシア語の詩集である。重複文を除けば12巻文と8つの断片が現存している。シビュラとは、甲骨状態で信託を伝えた古代の巫女で、彼女たちの信託をまとめた書物としては、伝説的起源を持つ、シビュラの書が有名である。 しかし、シビュラの託戦は、それとは全く別のもので、シビュラの書の名声にあやかる形で、紀元前140年以降少なくとも数世紀に、渡り、ユダヤ教徒たちやキリスト教徒たちによって、段階的にまとめられてきた義書である。そこに含まれる歴史的事件に関する予言の多くは、口述するように、単なる事後予言に過ぎない。この文献は、部分的に、 旧約義天や新約外典に含まれ、古典時代の神話だけでなく、クノーシス主義、ギリシア語を話すユダヤ教徒たちの信仰、原始キリスト教などに関する貴重な情報源の一つとなっている。分類上は、黙示文学に属し、散りばめられた四句には、ヨハネの黙示録や他の黙示文学との類似性が指摘されているものもある。シビュラの託戦はその題名が示すように、 古代のシビュラ、そしてその著書とされた、シビュラの書に固くして作成されたものである。ニュルンベルク年代記に見るティブルのシビュラシビュラとは、古代の地中海世界における巫女のことである。推測される起源は、紀元前7世紀から全6世紀頃のイオニアだが、最古の言及は、紀元前5世紀のヘラクレートスのものとされる。エウリピデス、アリストファニス、プルタルコス、プラトンラ、 シビュラに言及した初期の思想形は常に単数で語っていたが、後には様々な場所に住むと言われるようになった。タキトゥスは複数いる可能性を示し、パウサニアスは4人とした。ラクタンティウスはマルクス・テレンティウス・ウアロからの引用として、10人のシビュラ、すなわちペルシアのシビュラ、リビアのシビュラ、デルポイのシビュラ、キメリアのシビュラ、エルトライのシビュラ、 サモスのシビュラ、クマイのシビュラ、ヘレスポントスのシビュラ、フリギアのシビュラ、ティブルのシビュラを挙げた。ローマで最も尊ばれたのは、クマエとエルトライのシビュラであった。クマエのシビュラは、シビュラの書をローマに持ち込んだと伝えられ、ウェルギリウスの牧歌などでもその名が挙げられている。エルトライのシビュラは、ラクタンティウスが現在、シビュラの作戦の 断片として知られる箇所から引用する際に、常に信託を述べたものとして挙げていた。中世に重視されたのは、エルトライのシビュラとティブルのシビュラで、後者は4世紀の成立とも言われるティブルティナシビューラなどの予言書の作成にも結びついた。ただし、その文献は、シビュラの作戦と直接的につながるものではない。なお、 中世後期になると、エウロパのシビュラとアグリッパのシビュラを追加して、12人と、する文献も現れた。タルクイニュス王に、シビュラの書を売る熊江のシビュラ古代ローマにおいて、シビュラの書として知られる文書があった。ハリカルナッソスのディオニュシオス、ベルギリウス、ラクタンティウスなどは、元はギリシア内首相アジアに起源を持つとされる、その文書が、熊江を経由して、 ローマに持ち込まれた経緯を一家のように伝えている。熊江のシビュラがローマ王タルクイニウスに9巻本の拓船を900ピリッポスで売ろうと持ちかけた。タルクイニウスがその法外な高さを理由に断ると彼女は3冠分を焼き捨てて残りを再び900ピリッポスで売ると言い出した。それも断られると彼女はさらに3冠分を焼き残りを900ピリッポスで売ると言った。 王は、その提案に興味を持ち、それを受け入れ最後に残った三冠文を言い値で、買い取った。シビュラの書がカピトリウムの丘にあった、ユピテル神殿に奉納されていたことは事実だが、蒸気の経緯は後に殉職されたもので史実としての、裏付けを否定されている。こうした伝説の背景には、シビュラの書が実際には、エトルリアに起源を持つと推測されているため、それに、 敵外心を持っていたローマが自らの信託の羊をより好ましいギリシアに固くする意図があったと指摘されている。ユピテル神殿に奉納されたシビュラの書は限られた聖子と担当官しか参照することができず、特に必要とされた場合に聖書占いのように無作為に開いたページの証句を解釈して占ったという。この伝説的起源を持つシビュラの書は 紀元前83年の火災で消失し、代わりに各地の信託を集めて新たなシビュラの書が編纂された。これはアウグストス帝の時代にパラティウムの丘のアポロン神殿に奉納されたが、408年、ホノリウス帝時代の将軍ステリコによって噴所された。結果として古代ローマで参照されていた本来のシビュラの書の内容は、 当時の著書でごくわずかにそこからの抜粋と主張する祝が引用されたりはしているものの、ほとんど伝わっていない。マカバイ戦争の情景。偽作の背景として、この勝利の後押しでユダヤ人の選挙意欲が高まったことも指摘されている。上記のセム系一神教に属さない神託が、享受していた人気と影響力から、紀元前2世紀に、 アレクサンドリアにいたギリシア語を話すユダヤ教徒たちは同じ様式で予言をまとめ、それらをシビュラに返したのである。それらは異教徒たちの間でユダヤ教の教義を宣布するために作成された。この習慣はキリスト教徒の時代になっても継続されたので、2世紀から3世紀にかけてキリスト教徒起源で広められた新たな託戦が出現した。 これらが現存するシ渋ラの託宣であり、つまりは本物のシ渋ラの書とは別系統で編纂されてきた義書である。シ渋ラの書が伝説上ギリシア起源でローマに持ち込まれたとされるためにシ渋ラの託宣もギリシア語の長短短角六脚印で書かれている。この死刑は古代ギリシアの叙事詩などに用いられていた。 もので、ホメロスなどの文体を模倣している要素が指摘されているが、その試作品としての文学的価値は否定されている。ただし、ゼウスに用いられる枕言葉を唯一神にも使うことなどは読み手である異教徒たちが抱く神のイメージに影響した可能性が指摘されている。こうした経緯から、シビュラの作戦の内容は異教的、ユダヤ教的、 キリスト教的な要素に分類することができる。ただし、キリスト教的な箇所には、キリスト教徒たちがユダヤ教文書を手直ししたり過失したに過ぎない要素も少なくない。その結果、キリスト教的要素には、ユダヤ教起源の託戦と、キリスト教徒によって書き下ろされた託戦という2種類が存在している。残っている文書のどれくらいキリスト教とユダヤ教は、 多くの点で一致することから、キリスト教徒たちは、ユダヤ教徒たちの手になる部分を修正なしに受け入れることもしばしばだったからである。これらの託戦はもともと作者不明のものであったため、ユダヤ人やキリスト教徒たちは、自らの不況のために適宜、修正や拡大をする傾向があった。原始キリスト教においてそうした託戦の創出が一般的だったことから、ケルススは、 キリスト教徒をシビュラに夢中な者たちと呼んだ。同じような視点からキケロやプルタルコスもシビュラに夢中な者たちの偽作を指摘していた。19世紀の皇帝者アレクサンドルによれば最終的な編纂者は6世紀の人物と推測されているが多くの部分は現著者、時代、宗教的心情がバラバラで相互に関連しない断片が無限則に まとめられているに過ぎない。現存するシビュラの託戦は重複する文を除けば実質的に十二巻で構成され時代の異なる様々な書き手が異なる宗教的概念に従って作り上げてきたものである。それゆえ統一的な話の筋道やモチーフは存在しない。歴史的事件に基づく事後予言は多いが、それとて 時系列的に提示することが意識されている箇所ばかりではない。歴史的な関心はユダヤ教部分に強い一方、キリスト教部分はやや弱いことも指摘されている。ただし、ユダヤ教色が強いか、キリスト教色が強いかに関わりなく、どちらの文書にもローマに対する強い敵意が共通しているとも指摘されている。以下で各巻の内容や成立時期を見ていくが、 本編に関する情報を大まかにまとめておくと、以下の通りである。また、見解が複数に分かれる場合は、弁宜上20世紀後半以降の見解を中心に、まとめているので、より詳しくは該当する各説を参照のこと。これらの巻は、内容や成立時期のまとまりから、第1巻と、第2巻、第3巻から第5巻、第6巻から第8巻。 第11巻から第14巻の4つのグループに分類できる。以下では、このグループを基準にして、外説を行い、合わせて各巻の内容も略述する。なお、一部の巻の外説には参考として、宿の引用とともに画像を添えたが、画像はあくまでも参考程度のもので、いずれも、ュラの作戦そのものを直接的な主題とするものではない。口実するように、 シビュラの拓船の三つの写本群のうち、一つの写本群にのみ、序文が付けられており、それが1545年の最初の印刷版でも、踏襲され、現在に至っている。序文を執筆し追加したのは、第一巻から第八巻を最初にまとめた、ビザンティンの人物と推測されている。そこに示された、年代記がアタムから、東ローマ皇帝、ゼノンまでであることから、 執筆は、西暦500年前後のこととされている。その内容は、シビュラの書の伝説的来歴を、シビュラの託戦の来歴とすり替えるもので、常述の10人のシビュラを列挙するとともに、その内く前のシビュラによって託戦がローマに持ち込まれた経緯を説明し、それは、もうセ後書などが描く天地創造や、イエス・キリストによる救済を予言する内容だったと主張している。 彼のもとに、祭司たちは、黄金ともつ薬と入稿を携えてやってくる。東方の三博士への言及。そして不死なる神のお使いたち、ミカエル、ガブリエル、ラファエル、ウリエルがやってくる。お使いたちは、人々が成した悪事を、すべてご存知であり、すべての魂を暗い闇から、裁きのために、不死なる神の真理の場へと引き立てるだろう。第一巻と、 第2巻がユダヤ教的化、キリスト教的化は過去様々な議論があったが、現在ではユダヤ教徒が作成したものをキリスト教徒が改定したとみなされている。その時期については大きく分けて2つの立場があり、ユダヤ教的土台もキリスト教的化筆も3世紀のこととする説と、紀元前後にユダヤ教部分が成立し、西暦150年以前に、 キリスト教的過失が行われたとする説である。日本語訳を交換した佐竹明は後者の立場を支持している。第1巻と第2巻には第7巻、第8巻と強い類似性を示す箇所が複数存在し、どちらがどちらを真似たとみなすのかも、こうした成立年代の問題に関わってくる。第1巻と 第2巻は小アジアのどこかで成立したと考えられている。とりわけ、第1巻のユダヤ教部分には、ノアの大洪水と関連づけて、フリギアを特別視する記述が複数見られることから、ユダヤ教的土台がフリギアで成立した可能性が高いとされている。第3巻から第5巻までは、ユダヤ教色が強いとされるが、その成立年代にはかなりの開きがある。 これらの巻は地中海世界の様々な地名を挙げ、週末において神の民に訪れる救済と異民族が直面することになる最悪を予言するものとなっている。予言には事後予言が混じっていることも指摘されており、様々な国の著名な君主たちが登場している。彼らはデマトリアや言葉遊びなどを利用して遠曲に呼ばれているが、 そうした実在の人物や事件に引き寄せた記述は成立年代を推定する鍵となっている。なお、ホメロスやヘシオドスを模倣した要素が指摘されており、例えば第三巻のバベルの塔を描いた箇所では、ホメロスのオデュッセイアとイリアス、それにヘシオドスの神闘器との混合や並行が見られる。彼は人々に進路を示し、天への道も示し、そして、 賢者の言葉をもって万民の教えになるだろう。そして永遠なる王が、お自らすべての肉なるものと世界とを裁きに、天よりおいでになる。第六巻と第七巻が、キリスト教徒によるものであることについては、現代の諸論者の間で異論がない。それに対し、キリスト教的要素が強いとされる巻の中で最も、長い第八巻は、 様々な要素の組み合わせが指摘されている。第9巻と第10巻は口述する3つの写本群のうち、1つの写本群にしか収録されていない上どちらも他の巻の寄せ集めに過ぎない。第9巻は、第6巻全体に第7巻1行目と、第8巻の218行目から428行目をつなぎ合わせたものである。これを、 ごちゃまぜの極地と呼ぶものさえいる。第10巻に至っては、第4巻と全く同じでしかない。こうした事情のため、14巻までの工程版や、翻訳書などでも、この2巻分は省略されるのが普通である。概説の類では、第9巻、第10巻に全く触れず、12巻分のみが、伝存しているとする例もしばしば見られる。 第11巻から第14巻までは、講述するように19世紀になって、再発見された。関数は写本に書かれていたものがそのまま、踏襲されているが、19世紀末のミルトン・テリーのように関数を前倒しにして、順に、第9巻から第12巻とするものもいた。なお、この記事で、テリーの見解を紹介する際には、反差になるのを避けるために、 一般的な関数表記で統一している。テリーは、第11巻を、エジプトのユダヤ人による2世紀初頭の作品、第12巻と、第13巻を3世紀のキリスト教徒の作品、第14巻を、著者、年代とも、特定困難とし、カトリック百科事典はそれらの4巻本を、ユダヤ教徒の作品に、キリスト教徒が手直しする形で3世紀から4世紀頃に、 成立した作品としたが、現在では、いずれの巻もユダヤ教的で、成立は7世紀まで、あるいは9世紀とする見解も提示されている。恐怖たちはこれらの書から何も引用しなかったが、それが直ちに彼らの時代に存在しなかったことを意味するわけではない。それらが引用されなかったのは、表明されている宗教思想が重要なものではなく、 救世主や目視文学的な要素がありきたりなものだったからとも考えられているためである。それとも関係するが、第11巻以降は政治史的な事後予言の色彩が強いとも言われており、第11巻から第13巻までには終末論的色彩が希薄である。第14巻はそこまでの政治史的な流れを締めくくるかのようにありきたりな描写ではあるものの、 救世主や黄金時代の到来を語っている。地上の邪悪は広大な海に沈めさられる。そして死すべき者たちにとっての収穫の時は近い。放日するオメガ写本群には、第8巻の1行目から9行目までを、第15巻として収録している写本がある。しかし、重複文として削除されるのが普通で、渋浦の作戦全体が15巻本と言われることも、 稀である。唯一なる神、ただ一人で君臨する方、この上もなく偉大にして生まれざる、方、全知全能にして不可視の方。現存する実質12巻の、渋ラの卓戦には含まれていない断片も存在している。それらは恐怖たちの引用によってのみ知られている、一文で、いずれも、ユダヤ人が書いたと推測されている。断片は全部で8つあり、 一般的に1902年のゲフ県の皇帝版に従って1から8までの投資番号が振られている。それらの内断片1、2、3の出典はアンティオケアのテオフィロスの唯一現存している著書アウトリュコスに送る第2巻である。ゲフ県はこれらに疑作の疑いをかけたが既存の巻のいずれかから脱落した内容とする。 反論もある。短すぎる断片には、ともかく、あと二つは、唯一神を称える内容になっており、本来的には失われた麻キなどの導入部の役割を果たしていた可能性も指摘されている。位置づけについては、口述の写本の系統も参照のこと。断片四から七の出典は、ラクタンティウスの進学雇用だが、 いずれも一行から三行程度の短いもので、断片七に至っては一行にも満たない。断片八の出典はエウセビオスに返せられている、偽書、聖なる集団への勧告である。シビューラの作戦は、キユスティノス、アテネのアテナゴラス、アンティオケアのテオフィロス、アレクサンドリアのクレーメンス、ラクタンティウス、アウグスティノスら、特に初期の恐怖やキリスト教の書き手たちによって、 頻繁に引用され、バード・トンプソンの研究によればその数は22人、回数は延べ数百回に及ぶ。また、使徒恐怖文書のヘルマスの牧者にも引用が見られる。ベルギリウスは、牧歌の中で熊江のシビュラが振動とサトゥルノスの知性の到来を予言していたと歌い上げた。このモチーフの一部は、紀元前2世紀に成立していた。 シビュラの託戦の最古の部分で借用されていた、イザヤ書に触発されたものだという。なお、ベルギリウスのこの言及は、後年キリスト教徒たちから、イエスの降誕を予言したものとして受け止められるようになり、それは結果として、シビュラの託戦の地位を高めることにもつながった。ただし、前述の通り、古代ローマには、キケロやプルタルコスなど、 シビュラの作戦が義作に過ぎないことを指摘していた者たちもいた。シビュラの作戦の利用はキリスト教徒たちに特有の現象ではない。一世紀のユダヤ人歴史家フラウィウス・ヨセフスは第3巻からバベルの塔に関連する記述を引用している。しかしながらヨセフスの引用は特段の反響を呼び起こさなかったようでキリスト教文書としての広まりと裏腹に ユダヤ教文書として広く授業されるには至らなかった。中世のユダヤ文学に至っても、シビュラの作戦へのいかなる言及も、影響の痕跡も乱すことができない。16世紀のアブラハムザクトラは、シビュラに簡略に触れているが、それはタルクイニウスに、神託書を売りつけた伝説的な巫女の方である。他には、ビサンティン帝国の歴史家、ゲオルギウスもなくすらが、 千葉の女王を渋浦の一人と位置づけたりした例があるが、これもまた、渋浦の作戦とは、関係がない。アウグスティノス、神の国アルドスの死下州の1ページラクタンティウス、神学公用、ヨセフスと同じ箇所は、キリスト教徒によっても引用されている。キリスト教のご教論者で176年頃に、マルクス・アウレリウス帝に、キリスト教徒のための申し立て書、ラテン語、を剣じた。 アテネのアテナゴラスは古典的でかつ異教的な出典との混合を見せている第3巻の長大な下りの中からヨセフスと同じ記述を引用している。そして彼はこれらすべての作品がローマ帝国でよく知られたものだと述べた。アンティオケアのテオフィロスはその著アウトリュコスに送る第2巻で4箇所引用しているが、うち3箇所は上述の通り断片を形成する証句である。 残り一箇所は第三巻序盤の八行分と第八巻の五行目である。第八巻が唐突に一行だけ抜粋されている不自然な引用は、これが第三巻の一部だった可能性などを想定させる。なお、テオフィロスはユダヤ人にとっての預言者たちに、アレクサンドリアーのクレメンスも複数の著書においてシビュラの託戦を引用し、異教徒たちに、 イエス・キリストの到来を予言した重要な存在と位置づけていた。殉教者ユスティノスに返せられてきた儀書、ギリシア人への勧めの著者、ニセ、ユスティノスも、シビュラの託宣から複数箇所を引用した。彼はそれをすべて熊江のシビュラ一人の信託と位置づけた。アウグスティノスも、シビュラの託宣から引用し、特に、神の国第18巻において、 シビュラの作戦大発汗のアクロスティックを引用している。彼はそれを異教の御子までもがイエスの到来を予言していた証拠として引用しており、これが中世ヨーロッパで広く知られる要因となった。口述するように、シビュラの作戦がまとまった形で刊行されるのは1545年が最初だが、このアクロスティックだけはそれに先立つこと50年、アルデスによる ギリシア史家の先週の中にすでに再録されていたのである。ただし、アルドゥスの直接的な出典はエウセビオスに返せられていて、そのエウセビオスの記述自体が実際には5世紀から7世紀頃に成立した聖なる集団への勧告という著書からの孫引きだった。なお、アウグスティヌスは一貫してシビュラの作戦に好意的だったわけではなく、 聖書をけなす目的でシビュラを商用していたマニ教徒を論難する際にはシビュラの託戦をも攻撃した。これに対しシビュラの託戦に一貫して好意的な立場から自身の教説の中で積極的に肯定的な地位を与え続けた人物がいる。それが恐怖の中でもそれを最も多く引用し、そして後世のシビュラ理解に影響力があったとも言われるラクタンティウスである。 彼はアウグスティヌスよりも前の時代の人物で、アウグスティヌスのシビュラ理解も彼から影響を受けたものであった。また、ラクタンティウスは上述の通り、謙存の14巻本には含まれない断片も4つ伝えている。さらに彼の著書が15世紀後半に出版されたことで、口述するように、キリスト教美術におけるシビュラの需要にも影響した。 こうした言及によって、シビュラの託戦は、中世の西方教会でも、東方教会でも知られ、用いられてはいたものの、異教に対して、キリスト教が優位になるのに伴って、それへの関心は、段階的に衰え、広く読まれることはなくなっていった。シビュラの託戦は、その異教的要素にもかかわらず、聖書の外典や偽典と位置づけられることがある。 しかし、どの教派でもこれが聖典と位置づけられたことはなかった。イタリアでルネサンスが花開いた頃には、まだ写本は再発見されていなかった。しかし、そんな中にあって、人文主義者マルシリオフィチーノは、キリスト教について、で、二つの章をさえて、シュビュラの託戦を論じている。彼の出典となったのは、ラクタンティウスの諸著作であった。 キリスト教美術への影響を既に述べたように、シビュラの作戦に基づいた古代の恐怖たちの言及によって、シビュラは聖書に登場する預言者たちと並ぶ存在として位置づけられるようになっていた。しかし、15世紀以前にはシビュラが美術の題材として使われることはあまりなかった。状況の変化は15世紀後半以降の印刷術の普及によってもたらされた。 ラクタンティウスの進学公用が1465年に早くも印刷物として交換され、アウグスティヌスやヒエロニムスを論じたフィリップ・バルビエイリの著書でも12人のシビュラが描かれて、シビュラの卓船の延長線上にあるシビュラのイメージが広められたのである。これらにより、本来異教的なシビュラがキリスト教美術のモチーフとして受容され、教会建築物の壁画や天井が ステンドグラスなど様々な絵が彫刻などに表現されるようになった。シエナ大聖堂の保有下には10人のシビュラが描かれ、彼女たちにはラクタンティウスの著書から引用された悲鳴が添えられた。他に、ミケランジェロがシスティーナ礼拝堂に描いた天井画の12人の予言者とシビュラは、予言者に対地される女性予言者としてのシビュラを描いていることで有名である。 現在伝わっているテクストは16世紀以降に再発見されたものであり、出版や皇帝の歴史もそこから始まる。写本の発見に関わったのはアウクスブルクの人文主義者、クシストゥス・ベトレウスである。彼はラクタンティウスの著作集を出版しようと収集した、写本群の中からシビュラの作戦のギリシア語写本を発見した。彼はそれをもとに、 1> 第1巻から第8巻に6世紀のものとされる序文を添えたギリシア語版を1545年にバーゼルで出版した。シビュラの作戦が交換されたのはこれが最初であり、この出版は知識人たちの間で大きな反響を呼んだ。翌年にはセバスティアヌス・カスティリオによるラテン語大役版が刊行された。カスティリオは1555年にも 大役の造補版を出版し、断片1、2、3を初めて交換した。1599年にはより良い写本を元にした版がヨハンニス・オプソボエウスによってパリで出版された。これは初期のテクストの中で最良と評価されている。逆に1689年にアムステルダムで刊行された版は、その工程上の価値が低い。 18世紀には1713年にサージョン・フロイヤーによって英訳版が出版されたり、アンドレー・アガル・ダンディによるビブリオテカ・ウェテルム・パトルムに再録されたりした。しかし、学術的に性格を期した版と評価できるものは19世紀まで出版されることがなかった。ブラスによる第3巻から第5巻のドイツ1817年には、 アンジェロ・マイがミラノのアンブロジアーナ図書館で発見された写本に基づき第14巻を初めて出版した。さらに彼はバティカン図書館で新たな4巻本も発見し、そちらも1828年にローマで交換した。それらはコンラート・ゲスナーが普遍的図書館で一度は報告していたものだったが、マイが再発見するまで失われていた。 全12巻分をまとめて出版したのは、ライプツヒのフリードリープの版が最初だった。フランスでは、シャルル・アレクサンドルが1841年に8巻分の大訳版を出して、以降、第11巻以降の文も含めて改定を重ね、1869年には決定版を刊行した。カトリック百科事典では、このアレクサンドルの版が非常に有用な版として評価。 されている。19世紀には他にも様々な工程版が出されたが、1902年には、ライプツヒで、ヨハンネスゲフケンによって包括的な工程版が出版された。この工程版は、16世紀のカスティリオ、オプソポエウスのほか、19世紀になって出版されていた、シュトゥルーベ、アレクサンドル、マイネッケ、バット、ヘルベルデン、メンデルスゾーン、ルザック、プレシュ、 ビラモービッツらの工程版を踏まえたものになっている。なお、エンサイクロペディアビブリカでは、ルザックの版が高く評価されており、11種エンサイクロペディアでは、アレクサンドル、ルザック、ゲフケンの版が特筆すべき版として評価されている。1951年には、クルフェスによる新しい工程版が登場したが、これは、組み替えや削除などの点で、ゲフケン版に比べて、 かなり大胆な工程が行われたものだという。ゲフン版は JJ コリンズによる英訳や工述する日本語訳の際の定本になっているが、それらの訳書においてもクルフェスの研究成果は取り入れられている。ゲフンは工程にあたって十二余りの写本を参照し、それをオメガ写本群、フィー写本群、プシー写本群の三つの写本群にまとめ、 後のシのホ本群になるほど信頼性が落ちると評価した。現在までに、下富県が利用していなかったホ本がさらに二つ、発見されているが、下富県のホ本群分類は踏襲されている。社本群ごとに収録関数には大きな違いがある。オメガホ本群は、基本的に、第9巻から第14巻までしか含まれていない。逆に、フィー社本群とプシーホ本群には、 1> 第1巻から第8巻までしか含まれていない。フィーとプシーにも違いがあり、フィーは序文を含んでいる代わりに、第8巻の末尾が欠落している。他方、プシーは序文を含んでいない上に、フィーの第8巻の一部が最初に持ってこられている。写本に関する成立時期や関連情報をまとめておくと、以下の通りである。これらの写本によって、 シビュラの作戦の内容がすべて伝わっているとは断定できない。実際、写本群に含まれていない断片の存在は失われた要素があることを示唆している。そして、もう一つ、問題なのは、ベトレウスが使用した P 写本をはじめとする多くの写本で、第3巻冒頭に混乱が見られることである。多くの写本では、第2巻からと記載されており、それらが、 第2巻の一部であることを示唆している。さらに、プシー社本軍の一部に至っては、92行目と93行目の間に断絶を設定し、そこに入るべき、第2巻の末尾と、第3巻冒頭が失われたことを示唆する書き込みまで存在している。また、断片1から3が、第3巻冒頭の内容と密接に関係している、ことなどから、クルフェスのように、第3巻冒頭と、 断片1から3で、本来は別の1巻を構成していたと推測するものもいる。コリンズも、第3巻の46行目から92行目が、特定の巻の結論部分のような側面を持っていることからこの仮説に、好意的だが、1行目から45行目と46行目と92行目が、最初から一体のものとして存在していたのかには、疑問を呈している。 シビューラの作戦は16世紀以降、キリシア語以外にも翻訳されるようになった。すでに述べたように、初版の翌年には、カスティリオがラテン語との大役版を出版していたが、原文の工程などを踏まえた確実的な翻訳の登場は19世紀末以降のことである。ミルトン・テリーは1890年に英語訳を出版した。これは、 ルザックやゲフケンの皇帝版よりも前に出版された英訳だが、デポール大学の准教授、コリンズの主要なものに絞った書誌でも挙げられている。1900年にはブラスが第3巻から第5巻のドイツ語訳を発表した。コリンズはこれをクルフェスの皇帝版などと共に最重要の翻訳に分類している。同じ頃、第3巻から第5巻については、ランチェスターと、 ベートによる英語訳も相次いで出版された。ランチェスターの英訳と注釈は、柴田による日本語訳でも参考になった先行研究の一つとして挙げられている。1951年にはすでに述べたように、クルフェスによる11巻までの工程版が出され、ドイツ語訳も付けられていた。クルフェスは、ウィルソンと共に、キリスト教的部分、つまり第1巻と、 第2巻の小訳と第6巻から第8巻までの全体を対象とした英訳も発表している。限定的な翻訳ということでは、ニキプロベツキーが1970年に第3巻のギリシア語原文とフランス語による大役を発表した。この文献は多くの論者が第3巻の最初の96行文を残りの部分と分けて考えているのに対し、 統一的に把握することを提示したという点で、例外的な研究書である。以上に挙げた工程や翻訳をもとに、第1巻から第8巻、第11巻から第14巻までの英訳を提示したのがコリンズである。1983年に出版されたその英訳は、2009年に再版された。シビラの作戦のうち、第1巻から第8巻までと3つの断片については、 専門家による日本語訳が存在している。教文館の聖書外転議点第3巻には、ユダヤ教色の強い第3巻から第5巻までと、断片1から3の訳けが収められている。同じく聖書外転議点第6巻には、キリスト教色の強い第1巻と、第2巻、及び第6巻から第8巻の訳が収められている。 いずれの翻訳も下府県の皇程版を定本としている。関連する年表を掲げる。なお、反差になるのを避けるため、渋谷の拓戦は、拓戦と略し、現在の関数で記載する。逐一と推測されるなどと記載することは避けたが、上で述べてきたように成立年代などには、確定されていない要素が多い。本文中で記載したように、渋谷の書。 シビュラの作戦、ティブルティナ・シビュラは、それぞれ別個の作品である。客中で、パブリックドメインとなっている、カトリック・エンサイクロペディア、エンサイクロペディア・ビブリカ、11種エンサイクロペディアを出展として挙げている、箇所には、それらからの翻訳を含んでいる場合がある。ありがとうございます。